昨年の4月より、Goin' G、スポーツ&ニュース、日本テレビ系の日曜を天気キャスターを務めているハーフモデル、トラウデン・ナオミの注目度が高まってきた。つ、番組にも慣れ、自然な笑顔も出るようになってきて、本来の美貌が際立ってきましたね。テレビ式記者、つ、父親は京都大学でドイツ語、ドイツ文学を教えるドイツ人で、母親は城地勝出身の日本人。本人も慶応大学に在学中だが、おバカ系、天然系の多いハーフタレントの中にあって、異色の存在と言えそうだ。しかし、日曜夜のお父さんたちを喜ばせているのは、その日本人離れしたボディのようだ。CAN CAM のモデルを務めているだけあって、スタイル抜群、169センチの長身に、上から83、58、88と完璧なプロポーションの持ち主ですからね。特にバストは、数字以上に大きく見える。最近グッときた例を挙げれば、昨年11月25日の、Goin' G でのことですが、ボディラインを際立たせる紺色のピタピタニットで登場したんです。推定 F カップの持ち主であることが分かりました。その豊かな膨らみが、バッチリ捉えられてしまいました。MC の神田信也や、縁側拓の表情も、心なしか緩みっぱなしでしたね。前で、テレビ式記者、つ、お天気キャスターにしておくのはもったいない。ぜひ、メインキャスターとして、